12月にボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者となった井上直也、大橋。マーロン・タパレス、フィリピンを10回 KO で下し、7月の同級初戦からわずか5ヶ月で4本のベルトを手にした。米全国紙、USA Today のボクシング専門サイト、ボクシングジャンキーは、誰か直也井上と競り合うことができるか。その質問の答えは、ノー。 のようだと絶賛している画像タパレスの顔がトラと戦った後みたい圧倒的に違う井上直弥＆タパレスの顔写真を比較がたいディフェンスのタパレスを沈めた井上7月にはスティーブン・フルトン米国を8回 TKO で下しておりスーパーバンタム級のベルト4本を手にした米スポーツ専門局 ESPN の年間最優秀ボクサーに選出されるなど 高い評価を得ている。ボクシングジャンキーも月間最優秀ボクサーとして注目。なおや井上が変わらず、モンスターのように戦い続けると見出しを打った記事の中で、タパレスは他の対戦相手よりも多くの抵抗をこの日本人スターに示したが、3人を除く他の全員と同じ運命をたどった、と26戦26勝、23KO の井上に、 タパレスも耐えきれなかったと伝えた。昨年12月にはバンタム級で4団体統一を果たしており、これでテレンス・クロフォード、米国に続く史上2人目の2階級4団体統一となった。記事では、井上は世界最高のボクサーである証拠を積み上げ続けているが、ボクシングジャンキーのパウンド・フォー・パウンド、PFP、リストではクロフォードに次ぐ2位となっている。 と独自のランキンキグ順位を紹介している全17階級あるボクサーの実力を比較し、体重差がなかった場合の最強選手をランキング化した PFP。現状はクロフォードに次ぐ2位に位置づけている同メディアは、彼、井上、は30歳でスローダウンする様子を見せない。全てが終わる前には、彼の前にさらなる数多くの賞賛、もしかすると PFP1。 だやってくると私たちは感じている」と称賛した。